見てください。ビール、そして餃子がやっと来ました。ただ焼き後、茹で後と頼んだんですけど、まあ、焼きと蒸しが来ました。茹でても蒸してもまあ似たようなもんなんでいいんですけど、ちょうどいいところに、今日はかまぼこの話です。かまぼこ、もともとはちくわと一緒だったそうです。ちくわはあの魚のすり身を棒にこうねちょねちょさせたやつを焼いたもの、つまり焼き餃子で、魚のすり身を板にこうペトって延べ棒状にしたやつを蒸したもの、それがかまぼこ。もともとはかまぼことちくわかまぼこっていう名前だったらしい。ちくわかまぼこはめんどくさいから、じゃあちくわでいいやって言ってちくわになった。つまり蒸し餃子は餃子としてアイデンティティを確立した。そして焼き餃子は焼きになったみたいな感じです。これがかまぼこです。もうちょっとわかりやすく言うとザクです。ザクから F2 型と 06R 型になったみたいな。こっちはまあ宇宙でも地上でも頑張れるやつ、こっちはまあ宇宙の高速船専用のやつぐらい違います。これがかまぼことちくわの違い。お分かりいただけたでしょうか。分かりにくいんでもうちょっと分かりやすい例えにすると、ホンダの CBR600F っていうバイクがあるんですけど、そこから CBR1100WX と CBR1000RR に変わったみたいな。ちくわとかまぼこは WX スーパーブラックバードと WR ファイアーブレード、そんぐらい違います。覚えときましょう。かまぼこの話でした。